どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根木とエルザです。今回はアベンジュリンの復刻もありましたので、今後キャラの性能比較と特徴をまとめていきたいと思います。耐久枠キャラに関しては、編成を組む際に戦闘効率や補助効果など覚えることが多いキャラですからね。キャラ数は少ない運命となっていますが、性能を抑えると面白い使い方もできるので、おさらいも兼ねて紹介をしていきたいと思います。それでは早速解説していきます。それでは孫悟キャラの比較を始めていきたいと思います。まずは守りの手段と性能についてですね。守りの手段に関してはどういった行動で味方を守ることができるのかというのを対象に挙げています。全体としては戦闘スキルを使うというところですね。その中でもジェパードだけが必殺技発動というところになります。こうなってくるとジェパードに関してはバリアの付与に関して結構手間がかかるというところですね。ではその行動のお手軽さというところでジェパードと比較していくと、アベンジュリンに関しては追加攻撃によるバリアの付与というのも可能となっています。この追加攻撃がどれだけできるかによってアベンジュリンは戦闘効率が変わってくるので非常に大事なところになりますね。続いては孫悟主人公ですね。このキャラの中では一番手段が豊富というところです。とにかく何かしらの行動をすればバリアを付与ができるというところです。ただし倍率は低めというところになりますので、細かくバリアを張り続けるというのが重要となります。守れる方法はあるんだけど数値は低いというところが特徴ですね。ではそれぞれのキャラクターについての耐久の種類も見ていきたいと思います。アベンジュリンには全体に対してのバリア、復元に関しては全体に対してダメージの一部負担をする陣の発生、孫悟主人公に関しては全体に微量のバリアを付与、ジェパードに関しては必殺技で全体にバリアの付与、カナカに関しては戦闘スキル単体に対してバリアの付与というところになります。耐久の種類ではほとんどが全体というところですが、ナノカだけが単体というところです。これに関してはナノカの追加攻撃などがあるため単体特化になったというところがありますね。ではこちらをまとめていきたいと思います。バリアの手軽さに関してですが、アベンチュリンと復元がダントツで高くなっています。特にアベンチュリンはテンプの追加攻撃によって付与することが強力となっています。全体的に手段に関してはスキルが多めとなっており、お手軽なキャラが多くなっています。ただし、ジェパードのみ必殺技限定となりますが、高耐久のバリア付与をできるようになっていますので、性能としては高めというところです。では、こちらの比較表を見て、孫悟主人公、性能が高そうに見えるんですが、こちらも話をしていきたいと思います。まず、孫悟主人公に関してですが、配布ながらバリアを張る手段は豊富で扱いやすいという性能になってます。一時期、孫悟キャラとしてかなり強かったですからね。ですが現在は限定孫悟がいて調和主人公が性能が高いというところになってますので目立たないところとなっています。ですが序盤から使える耐久枠としては比較的優秀な性能というところですね。カウンター運用するならナノカも同等に優秀かなと思います。性能面だけで見た時なんですが、孫悟主人公、ジェパード、ナノカがちょっと特殊というところですね。この3人の使い分けで運用が変わるところもあるというところです。続いては必要ステータスと目標値について話していきたいと思います。必要参照ステータスに関してはほとんどが防御ですね。で、復元のみが HP の肩代わりになりますので参照元は HP となっています。ただ復元に関しては防御力もあった方が自身の耐久値を上げることは可能ですので HP 防御両方欲しいというところになりますね。で、目標値に関してですが、アベンチュリに関しては4000以上を目指すのがいいです。これに関しては自身の会心率バフを得られるというのもありますが、4000以上あった方がバリアの数値であったり火力面で補助ができるというのがあるからです。続いて復元に関しては HP が7000から8000はあるといいですね。高ければ高いほどいいです。これに関しては全体攻撃を受けた時に全部肩代わりすることになりますので、それに耐えれる HP を持っておきたいというところになります。大体7、8000あると少しは安定感が高いなというところです。続いて孫悟主人公に関しては2400ほどです。上げれるなら上げてもいいのかなっていうところですが、孫悟主人公に関しては自身に兵糖を集める方法がありますので、ある程度は防御が必要というところになります。バリアの付与の倍率が低いっていうのはありますが、自身が受けるのを前提でこの数値というところですね。続いてジェパードに関してです。ジェパードに関しては防御力参照となってますので2800は欲しいというところです。バリアの倍率としては一番高くなってますので、数値としては2800ぐらい目指すと一番いいのかなというところです。あとは装備の縄に関して EP 効率をつけるので、そこまで高いところが狙えないっていうのもありますね。そして最後、ナノカです。
防御力に関しては2700ぐらいあればいいのかなというところです。ただし凍結ビルドをしていた場合はこれよりも数値が下がるところがありますので、バランスは見ないといけないところになりますね。とりあえずトンゴとして役割を果たすっていうところでは2700ほどが欲しいっていうところになります。ではこちらについてまとめていきたいと思います。まず一つ目、基本は防御力を上げていればトンゴとしての役割を果たせるようになっています。基本ソンゴキャラは防御と思ってもらえればいいです。ただし復元に関しては HP による一部肩代わりの負担なので HP を上げるのが最適となります。ここだけが大きな違いですね。ですがソンゴキャラ自体はヘイトが高いキャラとなっていますので防御力も合わせて上げておきたいところとなります。サブステータスで HP を狙うのも大事なんですが、防御面に関してもサブステータスで狙っていくのが大事っていうところですね。このステータスの上げ方によってかなり生存率が変わってきます。では続いて2つ目です。今後主人公に関してはバリアの転換数値が低くなってます。テンプレベルを上げない場合は 3% ほどですね。なのでそこまで高いバリアが付与できないっていうところがあるんですよね。それもあって先ほどのバリアを張る手段が多くなっているっていうのがあります。また参照ステータスに関しては防御力参照ではあるんですが、バリアは期待しないっていうのが大事ですね。ですが自身に挑発を付与することで敵の攻撃を一身に受けることは可能となりますので、そういった意味ではある程度耐えれる防御力が必要というところです。その他にバリアの転換率で話すとアベンチニに関しては 20% ほどとなっています。最大でも 24-5% ぐらいとなってますね。低めとなっています。ですが重ね書きができるバリアとなっていますので結果的に数値は高くなります。そういった点からアベンチニに関しては転換率が低くてもそれなりに強いっていうのがありますね。なので防御力はガンガン上げるのがいいっていうところがあります。まあ高ければ高いほどバリアの転換率も高くなりますので、それはそれでいいのかなと思います。続いては SP 効率と戦闘の特徴についてです。 SP の効率に関しては基本的高めっていうところですね。で特にアベンチュリン復元に関しては非常に高いものとなってます。ただこの2人違いがありまして、まずアベンチュリンに関してはチャージの獲得次第ですね。これの回転率によってバリアの付与率、SP の効率っていうのが変わってきます。ですが復元に関しては休館の陣が3ターンに1度となっていますので、 SP を自身で回復しながらスキルも使えるっていうところになります。その他に関しては孫悟主人公ジェパードなのかに関しては普通というところです。ただジェパードに関しては戦闘の仕方によって効率が悪めになるっていうところですね。では SP に関する戦闘の特徴についても話していきたいと思いますが、まずアベンチュリに関しては追加攻撃でバリア付与をすることが可能となります。スキルでバリアを張るっていうのはもちろんなんですが、この追加攻撃でバリア付与ができれば通常攻撃をすることが多くなりますので、 SP 還元率としてはすごく高いものになります。続いて復元についてですが、固定端で安定耐久ってところですね。スキルをしっかり発動できれば半永久的に耐久を張ることができますので、その点は強いかと思います。続いて孫悟主人公に関してはスキルによるヘイト集めですね。自身が受けるようになりますので味方にダメージがいかないというのがあります。バリアの数値は低いですが自身で挑発ができるのがいいところです。ジェパードに関してはスキル攻撃で凍結を狙えるというところですね。まあそこまで高く狙えるかというところではないんですが、主な目的としては EP 回復です。これをすることによって必殺技の回転率が変わるというところです。続いてナノカに関してですが、単体付与となっているため他よりも SP の扱いが難しいというところです。自然と付与回数が増えてしまうというところですね。ただし味方にヘイトを集めることができるようになりますので、そういった点ではバリアのコントロールがしやすいというのがあります。単純に付与するだけではないというところですね。それではこちらのまとめに行きたいと思います。まず1つ目、スキルで簡単に耐久付与ができる復元とアベンチュリに関しては性能の高さも相まって SP 効率も高いキャラとなっています。復元に関しては先ほども話したように固定ターンで陣が消えない限りは保てるようになってます。アベンチュリに関してはテンプのチャージ次第では SP を一切消費せずバリアの張り直しが可能というところですね。耐久と SP を兼ね備えたのがこの2人というところです。この2人が強いのはこの性能があるからこそというところですね。では2つ目です。その他の3人についてですね、バリアの付与の方法やターゲットのバランスが悪く普通から効率悪いくらいというところになっています。特にジェパードに関しては必殺技のみとなってますので、なるべく SP を使って行動したいところがあるんですよね。 EP 回復が非常に大事なところとなります。それと比べると主人公とナナカはヘイトアップがあるため多少の時間稼ぎはしやすいというところですね。
自身で代わりに受けることがあるので味方が狙われにくいっていう特徴があります。まあ、もちろんジェパードに関してもヘイトアップがそもそも備わっているのでスキルや必殺技を使わなくても狙われやすいっていうのがありますが、そのあたりも高遠征とうまく合わせる必要があるっていうところです。ですがやはり戦闘効率としてはアベンチニン復元が非常に高いというところです。続いては補助効果とその他の特徴についてです。こちらで比較に関しては最後となります。まず補助効果に関してはバフとかそういったものですね。では見ていきたいと思います。まずアベンチニンに関しては効果抵抗アップと会心火ダメアップがあります。バリアの付与によって効果抵抗アップができるようになりますし、会心率火ダメに関しては必殺技で単体に対してデバフを付与することが可能となっています。効果抵抗に関しては完璧なものというところではないですが、数値が上がるので安定感は多少上がるというところです。続いて復元に関してですが、行動制限系のデバフを一度だけ抵抗できるようになります。この一度っていうのが大事ですね。ちなみにこの一度に関して説明をしておくと、デバフを一人だけ受けるっていう場合と全体に対して一気にデバフを受けるっていうところで同じ1カウントとして考えられます。なので全体に対して行動制限デバフをする敵に対しては復元は結構強い性能というところですね。ただし一度しかできませんので、その点が難点かなと思います。あとは回心率アップと HP アップ、火ダメ減少がつくっていうところです。こちらの4つの効果に関しては休館の陣の発動で得られるものとなっています。続いて主人公に関しては火ダメ減少効果ですね。これは全体に付与することが可能です。スキルを使うだけで火ダメ減少が行えるので意外と強い要素だと思います。続いてジェパードですね。ジェパードに関しては凍結状態の付与がスキルで可能となっています。またヘイトアップに関しても自身で持っている能力となりますので、今後耐久として狙われやすいキャラとなっています。このあたりは肩代わりとかすることはなく、ただただ狙われるっていうのがいいところですね。続いてナノカに関してです。ナノカに関してはデバフ解除とヘイトアップを付与することができます。これはスキルの選択したターゲットに対してというところですね。デバフ解除がありますので味方が行動制限とか何かしらのデバフを受けている時にはありがたいものというところです。この効果もあって全体ではなく単体特化というところがありますね。補助効果としては復元が一番多くなっているというところですね。ではその他の特徴を見ていきたいと思います。アベンチュリーに関してですが、追加攻撃が可能となっており、それによりバリアの重ね書きができるというところです。スキル自体のバリアの重ね書きができるところはありますが、このあたりが非常に戦闘効率を上げる要素となってますね。その他に防御力を上げることによって、自身の回心率を最大 48% まで上げれるということができます。孫悟キャラの中でも攻撃に関しては特化した部分があるというところです。続いて復元です。復元に関しては、自身に関してですが、HP の自動回復があります。これに関してはもちろんチャージを消費するというものがありますが、ほぼ全開に近い回復が可能となっています。また必殺技発動時ですが、味方に少量の回復を付与することもできます。回転率が高ければ、それなりに味方を回復できますので、意外と嬉しい要素となっています。続いて、孫悟主人公ですが、挑発状態の付与が可能となっています。これにより敵の攻撃を集めることができますので、戦闘効率を大幅に上げることが可能です。続いてジェパードに関してですが、1回だけ復活は可能というところですね。まあ、ヘイトが高いというかバリアが張れない状態の時に攻撃を一気に受けるってことがありますので、戦闘不能を1回だけキャンセルできるっていうのはいいところかと思います。続いてナノカに関してはバリア持ちが攻撃されると追加攻撃で反撃をするというところですね。アベンチリンと似たような性能のところになりますが、追加攻撃持ちで相手を凍結できればうまいこと敵の動きを止めれるので、こういった点はかなり強いかなと思います。意外とこの反撃が追加攻撃判定となっていますので、使い方によっては扱いやすいものになるかなと思います。ではこちらについてまとめていきたいと思います。一つ目は、復元とアベンチュリンに関してです。こちらに関しては、味方へのバフが用意されており、耐久以外の戦闘面において貢献が可能となっています。しかも、耐久面の効率を上げる方法も自己バフでうまくカパーができるってところがありますので、限定として他の孫悟キャラよりも性能は高めというところですね。まあ、この二人に関しては本当ズバ抜けて高いっていうところです。なので、数だけ見てもかなり豊富になっているのかなと思います。では続いて二つ目です。他の三人に関してですね。他の三人に関しては、ヘイトアップの誘導が可能となっています。まあ、ジェパートに関しては最初から持っているところっていうところですね。で、バリア効率が悪い部分があるため、敵の攻撃を自身で受け止めるような性能となっています。使い方をしっかり抑えれば敵の攻撃をコントロールできるため、装備含めしっかりと扱っていくのが大事っていうところですね。
特に何らかのヘイトアップに関してはスキルで付与が可能となってますので、クララやウンディなどに付与をすることによって敵の攻撃をその味方に集めるってことができます。そうなればうまいことカウンターを集中させることができますので、そういった使い方もありっていうところですね。それでは今回の動画のまとめに入りたいと思います。今回まとめとしては3つですね。まず1つ目、限定耐久の2人はズバ抜けているってとこです。まあ、改めて比較して感じたのはこれですね。やっぱ性能が豊富で扱いやすいなと思いました。ウゲンとアベンチュリンに関しては性能面はもちろんですが、味方へのバフや戦闘効率の面でも孫悟キャラの中でも性能は高めっていうのが分かったかと思います。どちらか1人を所持しているだけでかなり戦闘を楽にしてくれる要素がありますので、キャラを未所持の場合は1体でも確保はしておきたいっていうのがありますね。どちらを優先するかって言われると、今追加攻撃編成が強くなってますので、アベンチュリンが使いやすいのかなと思います。では続いて2つ目です。環境アタッカーと組ませやすいところがあるってとこですね。先ほど紹介したアベンチュリンとフゲンに関してですが、現在の環境アタッカーと合わせやすいです。どのアタッカーと組ませやすいかというところで言うと、飛翔と黄泉ですね。小谷に関してはちょっと難しいなと思います。まあ、この2人に関しては孫悟キャラと組ませると合わせやすいっていうのがあります。まあ、黄泉に関してはジェパードとも相性いいですからね。でも孫悟キャラに関してはアタッカーに対して SP 管理面だけでなくバフデバフの補助ができるようになっていますので、火力貢献や戦闘効率、編成面の相性が貢献しやすくなっているという特徴があります。その中でも限定の2人は特に組ませやすいというところがありますね。それでは3つ目です。ヘイトアップの活用次第では他の3人でも戦闘効率アップが狙えるというところです。限定以外の3人に関しての話なんですが、ヘイトの対象の向け方をコントロールすれば編成をうまく回すということが可能です。まあ、ジェパーでは主人公の場合は味方の耐久が低い場合は代わりとしてダメージを受けやすくなります。そもそも味方に攻撃させないというところですね。また7日に関してはカウンター要因にヘイトを集めれるようになっていますので、戦闘の効率を変えることが可能というところがあります。限定の2人を持っていなくてもそれなりに戦いやすい環境を作れるというのがありますので、特徴をまず抑えるのがいいのかなと思います。今から始める方とか途中で始めた方でアベンチュリンだったりフゲを持っていない場合は、この3人で耐久をうまく回す必要がありますので、ヘイトアップをどういう風に向けるかっていうところで活用してもらえるといいかなと思います。それにしても今回比較してみて、改めてアベンチュリンとフゲの優秀さっていうのが分かった感じになりますね。もともとキャラが少ない運命ではありますが、やはりそれに見合った性能を持ってるっていうところになるかと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。